マリー・ボナッパルトは、フランスの作家、精神分析学者。マリーと長男のペトロス・ルシアン・ボナッパルトの孫である、ロラン・ボナッパルトとマリー・フェリックス・ブランの一人娘として、サンクルーで生まれた。母マリーは彼女を出産後、即戦で休止した。父方のソフ・ピエール・ナポレオンの疎行が原因で、ロランやマリーには、ボナッパルト家が請求する行為継承権はなかった。しかし、 母マリー・フェリックスが大富豪、フランス・ワブランの娘であったことから、莫大な遺産を相続していた。フランス初の女性精神分析学者で、ジークムント・フロイトとの交流が深く、精神分析学の一般への浸透に一役買った。また、彼女の支援でフロイトは、ナチス・ドイツ支配下から亡命した。1907年、ギリシャ王子ゲオルギオスと結婚。ペトロス。 エーゲニアの西を設けた。一説に、ゲオルギオスの重兵である、オーエア老船坊と不倫関係にあったとされる。1953年、イギリス女王エリザベス2世の戴冠式において、ギリシャ王パウロス1世のナシロとして、夫と共に列席した。1962年、白血病のために、サントロペで死去。マルセイユで仮葬にされ、遺体は、 キリシャタトイのゲオルギオス王子の墓に収められた。ありがとうございます。